このエンジンをパッと見た時にできればこっちに来たらもう分かる人にはスコンと分かんねんけどね。これまっすぐのエンジンなのにキャブレターは、はい、星3つです。あ、星3つ、はい、これ何乗ってたんですか？これ CBX1000。 これ視聴者さんが買取でお話くれたで届いたの、なんと九州の方からで、今僕どんなバイクかなと思って、これ令和8年やから来年再来年の1月まで車検もついてます、はい、でもう届いた瞬間にやっぱあるあるでオーナーさんのところを離れるバイクって何か機嫌悪くなるのね、うん、今回はライト類、ブレーキ類とかがつかなくなったので、まあちょっとメーター周りとかいろいろ配線見てたらライトケースの中のカプラー緩めてつけて緩めてつけてしたらついたから、きっとなんか輸送中にちょっとだけ機嫌悪くなったんやろね。もうそれ以外今元気になったんで本当は撮影してもらおうと思ってんけどとりあえず届いて我慢しきれずに先に乗ってきちゃった。そうなんですね。でもこの後もう一回試乗してもいいんで試乗動画まで撮れると思います、はい、もうなんせね、なんせよレッツゴーな状態。エミちゃん CBX1000 って覚えてる？前新車みたいなんで白いのでバックついてたやつ、はい、CBX うち売ってんのはいっぱい売ってるけど撮影してなかったね。はい、そうですね。これ本当に気持ちいいぐらい久しぶりやから、今視聴者さんきっと最初の頃にやってるから、はい、見たことのない人もいると思うから、うん、CBX1000 のねこれが初期型なんですよ。初期型なんですね。で僕これはねうちが輸入したやつじゃないんだけど、うん、あ、分からんな、買い取ってるけど初年度登録平成26年って書いてあって北米もんやから、うん、でレストアされてるのよ。でまあショップさん名はあえて言いません。商談いただいたらその方にはちゃんとご説明します。一応フルレストアされてる車両です。でやらしいでしょ、うち以外に道路がフルレストアしてうち買い取っちゃってるから、だからちょっと心が痛い、痛くはないな別に。知り合いのショップさんが、はい、レストアした車両になってます。メーターがね北米仕様からこれヨーロッパ仕様の240キロのね、キロメーターのメーターになってんのよ。ほんで車検証見てると令和4年の時に0キロだったんで、うん、きっと令和3年とか4年にフルレストアされて0キロでスタートしたんだね。でも平成26年に初年度登録されてるから、はい、メーターは交換歴あり。平成26年から走ってるってことは僕が輸入した可能性がなきしにしもあらずなんで、まあ後でフレーム番号打ち込めばうちのデータベースで出てきたらうちが輸入したやつじゃなければ、まあ、北米から帰ってきたやつやと思います。これ見て分かると思うけど6気筒エンジン、6気筒エンジンって何よっていう話になるやろうけど、うん、もちろんこれダブルオーバーヘッドカブ DOHC で、しかも4バルブやね。4バルブでツインカムってことは6気筒で24ツインカム24バルブ、もうはっきり言うけど車のエンジンですよね。あと迫力ですね。迫力だよ。これ105馬力を9000回転 8.6 キロのトルクを8000回転で出す、もうねほんと車のようなエンジン。排気量は 1047cc あるんだけど、だけどね考えたら 1047cc で6個ってことは、僕いつもこれオーバーホールしてる時に思うんやけど、うん、ピストンはこんなちっちゃいです。あ、そうなんですね。そうそう、だからちっちゃいピストンが6個並んでてって感じやね。へー、はい。でこの車両はヨーロッパと北米で売られたんだけど105馬力っていうさっきも言ってたやんか、はい、105馬力でなんと最高速は当時225キロを記録するぐらい本当に最高速重視、スピード重視のスポーツバイクとして作られました、うん、北米仕様とヨーロッパ仕様の見分け方、うん、これは今回レストア車でちょっと難しいんだけど、はい、メーターがキロメーターかマイルメーターか、ハンドルがね北米仕様はアップハン、ヨーロッパ仕様はちょっとハンドルが低いんだよ、ね、あ、そうなんですね。これはねこの CBX に限ったことではなくて、はい、当時のほとんどのオートバイがヨーロッパ仕様っていうと低いもので、北米仕様っていうとこの高いタイプのハンドルを採用してました。ちょっと放棄での問題で何かあったんかな。6気筒のインナイン4、並列6気筒なんで、もう今やったら車の旧車のエンジンで大人気。一応インライン直列のバイクとしては、うん、もう一番究極系って言われているのがこのエンジンね。だって24バルブついてて、これ本当に細かいのよ。1気と1気とこれぐらいの、それが6個並んでてそこに4つのバルブがついてる、うん、それがずーって動いてんの。じゃ忙しい、うん、ほんで約1万回転まで普通にスッと回るからね。本当にレースのために作られたいいエンジン。もうねジェット機のような音というか、もう F1 のような音するね。そうなんか、それおっしゃってましたね。これに集合感入れたら最高に F1 みたいな音がする。もう
で、重たいのよ、大きいのよ。でも乗るとすごい、ほんとスポーツバイクで重さも感じない。あのセンタースタンド上げる時と取り回ししてる時だけが重たいバイクやな思うけど、うん、走り出すともうスーパースポーツやね。本当に楽しい。加速はいいし、エンジンフィーリングはいいし、言うことないです。これをね、速乗れるっていうところが今回のいいところ。きっとこんだけフルレストアされてて速乗れて、この秋レッツゴーでないんちゃう、日本にそんな速乗でこんないいバイク。しかも今年あったかいから全然まだまだ乗れますね。全然乗れるよ、全然これからだよ。素晴らしいバイクをね、受け継がしてもらったんで、次の方にねお届けしたいなと思ってます。じゃあちょっとね、一番特筆すべきところをちょっと説明したいんだけど、一緒に Z を触ってくれるメカニックさんを募集してます。全国から応募お待ちしてます。これもう前から見てくれたら分かると思うね。横幅エンジンのめっちゃでかいタンクなんだよ。そのタンクからこんだけはみ出るこのエンジン、すごい。何か気づくことある？ちょっと難しいね。これもエミちゃんにはもう超上級質問、こっちに来たらもう分かる人にはスコンと分かんねんけどね。何か分かることある？エンジンですか？うん、クランクシャフト。要はこの幅でタンクだけでもこんな幅あんのよ、うんうんうん、こんな幅、うん、それでもエンジンこんなはみ出てて、こんなエンジン、うん、で普通エンジンの外側って何がついてる？フランク。だからエンジンっていうとフィンやったり、うん、水冷揺れ、うん、いろんなことがあるよね、うん、でもクランクシャフトってここに入ってるよね、うん、クランクシャフトの軸で何してる？みんな、あ、発電。反対側ではよく点火磁器をポイント点火であっても何であっても、ここで点火磁器を探ったり、要はこの1本あるクランクシャフトの軸をどう回すかで1本が回ってるわけよね、うんうん、でここで回転数取ってこっちで発電回したりいろんなことをするわけよ、うん、でかすぎてコーナー曲がられへん、あらへんやったから。普通のバイクみたいにクランクシャフトの外にネジが切ってあっていろいろつけたりとか、うん、あるそう、全部切り落としたのがこのクランク。端と端でざっくり切られてます。だから本当にピストンは今ここでセンターで、ここにピストンあんねんね。センターピストンのこれこう丸くなってるの分かる、うん、ここにピストンが動いてんのよ、うん、ね、これヘッドやから、うん、こんだけの間をキュ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 ンやっとんのよ、ショートストロークで、うんうんうん、でもうその軸を回してる横がもうここでクランクがないってこと。だから特筆すべきは、実はクランクシャフトからチェーンで駆動させてここに持ってきてんのね。いや、まあ軸をずらしてるってこと。だからこっち発電なんて全部ここにあるの、ほら。要はここに普段ついてたら、うん、コーナーの時にバンクが、うんうんうん、みんなレースやっててもそうでしょ、はい、それ効率はいいんだよ、うん、でも真ん中でチェーン駆動でこれにチェーンを回して、ここにもう一本軸を持ってきてここで発電させて、でその上6気筒で横幅が広いから、特筆すべきはこれ6個、キャブレターが6個並んでるの。あ、これキャブレター。そう、しかもこれまっすぐのエンジンなのに、キャブレターは V の字。しっかりと効率を考えて、このキャブレター外そうと思ったらエンジンハンガー緩めてエンジン前に倒さないとか、うん、めちゃめちゃ大変なのよ。じゃないとまっすぐやったらまだなんとかなんねんけど、 V の字になってるから全部きれいに抜いて入れようと思うと、一回エアクリーナー外す、全部外すんやけど、エンジンの下に支えを置いてハンガー緩めて隙間を作ってる。なかなか大変ですね。なかなか大変で、前回も言ったと思うんやけど、これは本当にダイヤモンドフレームに乗せて、うん、究極のスーパースポーツバイクで CB に X をつけて CBX、ね、究極目指して作ったんだけど、まあ、残念ながらよ、前も言ったと思うんやけど、 F の足回り、当時の足回りとか剛性っていうのが足りてなくて、コーナリングでレースや本当に本気でプロダクションレース戦うには、特に北米とか当時で言うと、この後出てくるのが、まあ、CB900F とか、あと CB1100R とかもそうやけど、 CB 軍団がもう本当に世界中で戦うんやけど、エンジン最高やったんやけど、どうしてもコーナリング性能とかで足回りとかがついてこなかったって言われて、ツーリングモデルに変わっちゃった。でもここのオートバイまではツーリングモデル違うからね、ここまではスーパースポーツとして作られてるのよ、トリプルディスプレイ。これ実際サーキット走ってたってことですか？これの6気筒のレーサーはありました。でもやっぱり本当のレースでは使用されることなく、開発で終わったって言われる。今本当ホンダファンで一度は乗っておきたいバイクとしては、間違いなくこれあるんじゃないかなと思います。ちょっとね、余裕があったらって言ったら怒られるんだけど、一回乗ってみたいなと思ってた人いたら、これね、センタースタンド立てる以外重くないです。もう見るからにタンク大きいから、乗っててプレッシャーには感じる。だけどエンジンかけた瞬間本当に軽くなるの。
これ地球ゴマの、地球ゴマと一緒で慣性モーメントが働くとバイクが軽くなる。だから走るとなった時は全然軽いバイクです。本当にキュンキュン曲がるよ。ただその最終レースで戦うぐらいってなったらちょっと剛性がっていう人たちはいるけど、僕ら街乗りするのに関係ない。あとはこれ北米仕様でいい音してるんで、もうマフラー変える必要もないけど、もしトンネル内とか高速道路で F1 みたいな音を奏でてみたいっていう人がいたらやめとこう。ご苦労様です。一生懸命働いてくれてありがとう。じゃあ気を取り直して、気を取り直して、はい、きっとこの先市販車で直列6気筒ツインカム24バルブのエンジンなんか出てこないから、まあ、これで本当楽しんどこうと思ったら集合感入れましょう。でも F1 のような音を奏でて楽しんで走りましょう。え、Jトレードには集合感ある？前まではよく僕はあのあれやねん、ダンガーリって言うねんけど、僕あの代理店やってて、代理店って言ったら正規じゃないな、でもちゃんとアメリカのダンガーリからちゃんと買ってるから、うん、あのあれやねんけど、あの口座は持ってて、昔は10本単位とか20本単位で買わないと売ってくれなかったから持ってたんやけど、うん、もう最近はそんなに輸入ができないんで持ってないです。なるほど。まあまあまあ本当探してくれって言われたらはい探しますし、出てるのなんか探しましょう。あんまり CBX 皆さん詳しくないと思うんやけど、うん、アメリカで僕は CBX で好きなマフラーといえばダンガーニムやけど、実は6本出しの、ま、マフラーでね、オーストラリアでパイプマスターっていうのもあって、それはたくさん輸入しました。でそれとは別で僕が好きなのはカーカー、カーカーの6 in 2っていうのがあるね。日本出しやねんけどカーカーでいい音するやつはある。カーカーって言ったらなんか川崎のイメージ。そう、いやいや、これのカーカーかっこいいよ。僕は前あの乗ってたやつはカーカーをつけたやつを乗ってた。まあつけたって言ったら嘘やね、ついてるやつを買ってきて乗ってた。でもほんと久しぶりに乗ったけどめちゃめちゃいいです。もうね、本当に今普通に車検ついて乗られてたやつで、僕が今試乗までして問題ないです。だからもうこのままの状態でお渡しさせてもらおうと思います。悪いところがあればもちろん手は入れます。メーターは 240km でゼロの表記が令和4年であったので、レストア時に0キロに戻しているので走行距離は不明です。不明だけども今現在フルレストア後 9943km です。タコメーターも綺麗に色揃ってるんだよね。だからリビルトしたのか本当に綺麗なまま残ってるやつを買われたのか、その証拠にアンメーター、これボルトなんですけど、ボルト、あ、うん、なんだけどこれは当時のままの色なんで、もしかしたら新品で出てたも残ってたものを入れられたのかもしれません。ここにスイッチついてるのはこれは上点なんで、この年式は常時点灯しなくていいので上点のオフボタンがついてます。これは前のお客様がつけられたものになります。あとはね、これ塗装は僕はリペイントと見てます。うん、もうその証拠にステッカー上から貼って、これはもう完全に僕はリペイントやと思いますね。綺麗すぎるし完璧。はい、もうフルレストア車なんでね、エンジンも塗られてます。めちゃめちゃ綺麗になってます。でこの辺は磨きで上がってて、別に決して過剰なバフとかはかけられてません。でエグゾーストはこれね、純正エグゾーストやと思うんですけど、刻印あるかな、ごめんなさい。このマフラーが純正かどうかは僕ちょっと保証できないな。これもしかしたらリプロのマフラーがついてるかもしれないです。 HM 刻印がねあればいいんだけど、 HM 刻印が見当たらないので、もしかしたらリプロの可能性があります。でもあの車検には全然通ると思います。音もいい感じの音がしてます。これフレームもね、うん、塗られてるね。はい、フレームも塗ってきちっとレストアされてると思います。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。はい、タイヤは八分久保山入ってますね。これも全然そのまま。これもタイヤ新しいね。新しそうですね。はい、でエンジンガードがついてることと魚谷の点火システムが入ってます。それ以外はノーマルのままだと思います。キャブレターもノーマル、エアクリーナーもノーマル、シートもノーマルシート、もう全ての部分に全てのステッカーが貼ってあるんで、しかも綺麗な、だからもしかしたら全部レストア時に貼り替え貼ったのかもしれんね。ちゃんと全てのエンジンの情報もちゃんと貼ってある。これはもともとホンダから出たプレートやね。あ、プレートが、うん、あ、そう、工具ボックスがないのよ、はい、あ、ないんですか。あの違うの、ここ開けると工具のボックスがあんねんけど、はい、そこに魚谷が入ってた。お金かけるところはないんじゃないかな。本当に綺麗ですね。あとは ETC をつけるかつけないかぐらいかな。これで高速乗らんかったら僕楽しくない。確かに必要なのは ETC ぐらいかな。本当ですね。で僕がノーマルじゃないよって気になるところはミラー、ミラーだけ Z のレプリカミラーついてるね。そうなんですね、はい、普通はメッキミラーで HM マークのついたメッキミラーのこういう丸い、ちょっとこう丸いパッとしたのがついてるんだけど、うん、それがついてないぐらいかな。
もうでもここまでレストアしてあるから錆びてるようなことはないと思うんですが、本当に僕もねまだ来たばっかりで、あ、全くの問題ございません。間髪入れず乗っていただきたいよね。CBX を堪能していただいて、次の車検を受けないって言われるんであれば、ぜひ当社にまた委託でも、はい、買い取りでも持ってきてください。もうこのレベルのものがオーナーさんに行ってまた帰ってきて次のところに行ってって、もずっと10年後もうちを行ったり来たりしてくれると、私大変手間も少なく、はい、お客さんも喜びそうです、ね、はい、当社も非常に助かります。ウィンウィンウィン、はい、ウィンウィンウィンでございます。ぜひここで ETC をつけると、その次のオーナー様にまたワングレードアップ、あ、なるほど、で誰かがここで集合感つけると、またその次のお客さんがワングレードアップということで、なるほど、はい、どんどんいいことがいいことづくめかなというふうに思います。ただね、これよりもうちょっと経年劣化がまた進むと、うん、なんかもうもったいないんで、ここからは大変宣伝のようになって申し訳ないんですが、うん、あの僕の双子の方がやってるコーティングをさせていただけたら嬉しいなと。いや、もうこれ本当にこのレベルまでレストアしてあると、セラミックコートかけて次のお客さんに渡しとくと、うちにもう一回帰ってくる時もガッチリということで、なるほど、いやいや本当にこの前のオーナーさんはなぜ手放されたかは分からない。まあその手放す理由っていうのはね、うん、みんなオーナーさんそれぞれにあって、うん、今回のオーナーさんがどうこうっていうのはないんだけど、うん、やはりこう転職転勤、あの最近多いのは子供っていうのは最近聞かなくなって、最近孫が生まれてよ、あ、年代的に、はい、なるほど、そういうのはよく聞くね。多いのは重たな、これは多い、なるほど、やっぱり押し引きはやっぱりちょっと大変かもしれないです。だからやっぱり皆さん元気なうちにチャレンジしてください。元気なうちに確かに、いやこれはほんまに元気なうちにやったら今最高よ。そうですね。でエンジンガードもついてるでしょ。これはやっぱりボテコケ怖いから皆さんつけるね。星3つです。あ、星3つ、はい、あの普通に入ってきたあの買取者としては星3つです。おー、なるほど、はい、もうベアリングとかも全部新品なんだろうね、うん、星域が軽いもん、あ、うん、だからもう本当に今いい状態なんで、このままスッと乗っていただける方を募集してます。じゃあエンジンかけてね、はい、ちょっと走ってみようかなと思います。はい、わかりました。走り出すと重さなんて感じないですね。スポーツバイクですね。走り出すと本当にエンジン軽やかに回るし、車体の重さも感じないですね。いいですね。アイドリングも安定してるし、はい、非常にね乗りやすいバイクです。本当押し引きがねちょっと重たいんだけど、走るとなったらもう全然そんなこと感じないですね。いや、マフラーもいい音するね。ノーマルとは思えないよ。しっかりしたサウンド聞かせてくれますね。これ集合感入れたら本当に不安みたいな音するんですけどね。すごい重厚感のある感じがします。重厚感ある、うん、でも本当にエンジンかかったら軽いよ。押し引きはめっちゃ重たいけど、すごい。 iPhone が iPhone に怒られた。なんで？え、音の大きな環境を。あ、そんなこと言ってるんですか。はい、このままのほら95デシベル以上です。ちょっとうるさいから俺が運転して気持ちよく走らせていただきます。はい、はい、ではお問い合わせお待ちしております。はい。